ほんでお仕事上で非常にこう大切にされてることって何でしょう。聞くまでもないですけど。仕事上で大切にしていることっていうのは、先ほども言いましたけど、社員をすごく大事にしようとしてます。やはり人材、はい、ね、一人では何もできないんで、やはり彼らをどう育てるかっていうか、社員教育であったり、やはり本当に幸せになってもらうために、彼らが、ね、縁があってこの会社にいるわけですから、この縁を大事にしていきたい。ただ大事にするだけじゃなくて、厳しくもし、困らせもし、苦労もさせ、でも人間的にはやはり成長させて幸せな人生を歩ませたいというのが一番ですね。彼らが幸せでない限り、いいサービスできないですから。苦労してるのに、ね、人に優しくなってできないです。社長だけイメージしてもしょうがない、はい、いや、それで何か教育を全部そうですねさせたら、聞きましたけど、はいはい、というような思いの中でですね、はい、やはり社員教育ってすごく大事だなと思いまして、はい、結構ただではできないんで、私もバカですからできないですから、はい、やはり外部のそういった会社さんを使いながら社員教育をずっとしてきています。相当このコストをかける、はいはい、これだけコストをかけられたら頑張らなくちゃと。そうですね、かなり嬉しいみたいですね。だから1万2万だとね、そんなに感じないみたいですけども、今だいたい1人25万とか30万とかっていうコストを、はい、給料に近いぐらい、はい、今1年にね1回1人それぐらいずつはかけてます。ということは、あの幹部だけじゃなしに、もう 新卒まで全て。はあ、ということはランクがありますよね、当然こう吸収できる勉強でも。でもそんな難しいことはさせてるわけじゃなくて、やはり先ほど言った素直になるっていうところが、やっぱり素直にさせるためのお金使ってるんで、みんな素直になってくれてるっていう。このノウハウはちょっと一朝一夕では語れないと思う。誰でも素直になってほしいなと思いますけど。でも結構素直になれますよ、面白いです。若かろうが年であろうが、年は関係なく、やっぱり社長が素直だから社員も素直になるんですかね。そこのところもね、この奥が知りたい。そう、まあ、社長が素直でなかったらお前素直になれともなかなかなれませんよね。社長自らやっぱり勉強され、素直なとこを見られて、親と一緒ですもんね。そう、どっちか言えば、年はやっぱり社長が一番年取ってる方ですでしょう、はい、なんか皆さん若いから、はい、それでよくこううまくこう育てて、社長が一人で面倒見てるわけじゃないでしょう。じゃないですけどね、先輩の社員さんが下を育てる、はい、うん、っていうことですね。で、まあ、それはもう構成って言うてはるんですか、社長。そうですね、下のものいっぱいを、はい、できるだけ年の近いものがお世話係としてつけて、なんで上のもんじゃなし、はい、なぜ年の近い、去年自分が困ったことって分かってますから。なるほど、そこに教えやすいですし、そんな難しいことを教えることができないから。ユニークですね。普通教育係ってだいぶ年寄りですわね、はい、なら1年先輩ぐらいのが一番ベストです。まだ覚えてますし、はあ、苦労したことも。なるほど、面白いですね。それもだからね、だからこっちとしてはもう毎年できるだけ新卒取るようにしていくっていうことがね、うん、そうですか、一つの、役目というか使命というかですね、うん、やはり後輩ができると成長しますし、負け取れんというのもあるんですか、やっぱ
ね、一気に後輩が入ってくると顔つき変わりますんでね、面白いなと思って見てます。ライバルでもある、はい、ということですかね。こいつに負けたくないとか、なるほど、いい勉強になりますねこれは。私は教育係からもう5年も10年もかなりもう甘いも酸っぱいもこの会社のことを知り尽くしとる人が教育するもんやと思っとったんです。そんな人の言うこと聞こえないですよね、理解できないです。理解するだろう思うけど、それは逆に錯覚ですか、目線が、はい、全然違うので、一緒ぐらいなレベルの方が、はい、それはどないし気づかれたんですか。いや、それも自分が勉強してそういうふうに教えられて、だからその通りしてるということが現実です。だから基本的には成功してる人の真似しろっていうなるほど、自分のアイデアがそんなに素晴らしいもんだったら、はい、もっといい会社になってるだろうと、今まで ね、やってきてなってないんだったら、うん、お前はできないということだろうと、はあ、だったら全く、うん、成功してる人の真似をしろと言われて真似してるだけですいや、非常にずっと先ほどから謙虚にね言っておられますけど、うん、すごい会社ですね。